まあでもね、必ずこのチラシ配りから全ては始まりましたから、これはね、第二の人生ですよ。始頑まり張りまますすよ。んで、これはやっぱり、まず絶えまず続けたものは必ずその家宝、まさにあれは陰徳ですからね。陰徳あれば陽報ありの、その隠れたる徳を積めば必ずこの現れたるその徳を感じられるというものはね、必ずできますよ。はい、まず寿命が伸びますよ。まあ、なんとか100万でね。おお、ぜひ、本当ですよ。なんとかしぶとく生きてね、一日でも、五条にある通りだよ、一日も生きて功徳を積むってことは、三千大千世界に功徳を敷き詰めるよりも尊い。それで逆に言えば、その長生きしても消防のために徳を積まないね、その名を下して120まで生きてもしょうがないっていう、そういう御所もあるし、でも、さんはこの今の御年で、まさに消防にその徳を積まれる、ご奉公されるってことに目覚めた初老の方としてはね、ものすごい尊い人生だと思いますよ。大概はね、法華経にいたからって年を理由にしたり、いろんなことを理由にして、晩年緩い信仰のまま、まあ型にはまったね、お香にお寺だけ行ってればいいやと、月にいっぺんお山に行けばいいやぐらいな、そういうところに固まっていっちゃう人が多い中でだよ、この年で、こうやってね、チラシは本当に尊すごいい。ですよ。毎回もう、なんですか、欠席なしで、一番フルで出いらやれて、ー、本当にね、仏様ですよ。いこや、れいはやいね、やいや、本当横にね、浜だってあんだけ尊まい。さかで、横浜どのくらいだったんですか？旭区と保土ヶ谷。ああ、じゃあもう結構、日光9、市のほうです9倍とかあるでしょう。ね。そうですよ。お祈りを申し上げますし、ごいですよね。それ、スイスイ行っちゃいなんますかあよ。れば、必ず駆けつけますから、はい、よろしくこのお願い邪教しとまのす。ぶ、戦い、放戦ということになれば、そうですね。ええ、常にこ飛んれ、できますから、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。はい。